おはようございます。おはようございます。ゴルフといえばパターです。結局、はい、カップにボールが入らなければダメで300ヤード飛ばしちゃって全然ダメなんですよ。うるせえ乗っとけ。正確無比なショットを打ったってパターが入らなきゃダメなんですよ、はい、そうですね。ということで、はい、僕がこの前見つけてきたすごいパターをみんなに打ってもらってその感想が聞きたい。で、あゆちゃんは実は1回打ったことがあって。だけ抜け駆けしてんの。抜け駆けしたんだけどちょっと取れ高的にちょっとクエスチョンマークがつきそうだったからそうリベンジ。あるあるじゃん。あるある。抜けていいですか。いやダメだよ。はい、何これかっこよくないの。ここまではかっこいい、ね、なんかおかしい。一回閉じますねちょっと待って。なんかね岩がいた。岩がパターパター。いや結構いいパターなんだよこれ何これいやいや笑うとこもありますけど。これスイッチに出てくるやつですよね。瓦パターといってですね、本気の本気の多分淡路島にいる瓦職人の人が作ったパターなの。これペリってもいいですか。いいよいいよいいよ。瓦って家の瓦。うん、これグリップの感じとかすげえ重要ですよパターって。やっぱりそこは瓦でできてないんですけど。瓦じゃないんです。シャフトも瓦じゃないんですけど。瓦じゃないんです。ヘッドだけ瓦で。でヘッドはですねこう瓦っぽいのもあるんですけど他にもねこんな感じで実はこう、ちゃんとね上薬塗ってピカピカのもあるんですけど。でも瓦なんです。瓦っぽいの貸してくださいって借りたんです。えすごいこれは顔気に怖い怖い顔気に打ってみ。何これ瓦でできてるらしい。いいじゃん、いい転がりじゃん。勝てるな。私これの方が良かったんですよねこちらも弾道割って打ったらめっちゃ入る入るのこれね。ちょっとびっくりするぐらい打感が気持ちいいめっちゃいいでしょ打感がね気持ちいいんだこれ。これいいかもタイお前これ結構いいかもしれんぞちょっと持ってきたらねで長いじゃないか。ダメっぽい。で、まだです。どうやってるんだよ。今どうやったんだよ。入っちゃう。うん。そう。入っちゃうだよ。結果がいいんだよ。入っちゃうんですよ。でも打感悪くない。打感はめっちゃいい。変わる。すごい。ツアーで使ってるところ見たらどうしたのってなりません。笑顔で笑顔でラウンドできるよ。じゃあこの、うん、また案外いいっす。てか何なら打感めちゃくちゃいい。めちゃくちゃいいでしょめちゃくちゃくない打感。だけど難点が1個あるね。マレットなのに救えない。いやだからそれはさ救えない。最大のデメリットか救えないこれはこの淡路島の職人さんが、はい、まあ、この瓦っていうものを広めたいから作ったんですよ。でプロと一緒に作ったで価格は10万円です職人さんが時間かけて作ってるから本当にもう焼いて、そっからえでもこれ日が経つにつれて割れたりとかしないんですか。いや瓦って強そうなイメージあるけど。えでもあるじゃんオスして割るやん。オスで割るよ。空手側こうやって焼いて、すごい、すごい。そうちゃんとやるんですよ。これ顔オーダーできるのかな。顔変えられてる。瓦でいいから形を変えてほしいってことかこれでピンパターとか作ってほしいですね。あーこれ欲しいかも。ピン欲しいかも。いいかも。ピン欲しいかも。すげえ柔らかくてね。あ粘土から作るんですよ。 オデッセイのねホワイトホットとか好きな人はねこれ好きかもしれない。うん、そうオデッセイ系な感じ、うん、だから柔らかいよね。柔らかいです。あのね、芯が広い気がする。芯がないんじゃない？ないのかもしれない。ない。うん、全部芯。ああ。高め。ヒットしても。そう。めっちゃいい。めっちゃいいじゃん。全部ちゃう。瓦だわ。
全部入ってる。淡路島だわ。あとね、なんか下りのパッドが怖くないっていう発言が多い。あ、それ柔らかいから、うん、パチンいかないから、うん、こう硬いパッドってちょっとちょんと立ったけどパチッとめっちゃいくじゃないですか。それでいっちゃうイメージがあるんですけど、やっぱこれだけ柔らかいとしっかり打っていける、うん、安心感がありますよね。どうなんですかお三方の。いや僕結構これありっす。ピンタイプだったら僕めっちゃあり、ね、これちゃんと真ん中が分かるようになってる。そう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 。本当だ。え、気づいてなかったの。いや、なかった。もうよかと思ってた。それ難しくない。だからまっすぐちゃんと構えられます、ね、うん、それあれもそうなの。はあ、何が。いいよいいよ、もうあゆやめな、あゆやめな、何がやめな、やめな。なんでそれ以上発言するのみたいな。じゃあまとめると、はい、いいパターでしょ。いいパターです。でこれふるさと納税でも買えるんですよ。おー、なんで淡路島の。僕のお父さんふるさと納税してまして、2万円だけの。この間ふるさと納税の封筒入れるだってパッて入れたらは2万、 なんで2万、ケチかよ。もっと払えよとか言って。いいパターなん で、ね、皆さんぜひふるさと納税で買ってくださいっていうのと、はい、ピン作ってもらおうか。作ってもらいましょう。ねえ、ちょっと気になるよ、ね、はい、気になります。だいぶ気になります。ありがとうございま す。はい、お疲れ様で す。なんかずっと一人でパタレンしてますよ、うん、あの人。おい、それも待って、使ってるパター見て。変わらん、楽しんどるやん。変わらない、楽しんどるやん。あれどうだった。打ち続けたたえちゃん、変わらパターンの良さを語るの巻。変わらなんかフェースの形、フェースじゃない、ヘッド、ヘッドの形とか重さがいいとか、うん、すごいなんか結構スイングに無駄がないような。すごい褒め方してるよこの人。なんか邪魔しないんですよ。自分のパターよ。めっちゃいい。カップに入るしかないっていう。そうなんだ。音が面白いね、やっぱりね。そう、あんまり音ってなんか、うん、言わないです、うん、なんかポコンポコンっていうか。ロングパッドはどう？ロングパッドはなんか私のパッドと打感が全然違うので、うん、まだ合わないです。うん。ちょっと待ってるんですけど。うん。なんとなく。河原みたいな。あれ人はね、河原の間に。距離感がさ、合うんだ。距離感は、多分合うと思います。ねえ、うん、すぐ合うと思う、うん、形はどう、形は。形好きです、私、割と好き。あ、なんか本当に、自分マレット好きなんだよ、うん、だからか、すごい、もう馴染んじゃいました。試合でも使えそうですか。使える、使えると思う。R&A 登録してないよな。あ、これ、うん、ダメなのかな。聞いてみます。うん、そうですね。まだ出たばっかなんですね。いや、だいぶ前からあるらしいっす。そうなんですね。うん。そのうち有名になるかも。はい。じゃあ おすすめですということで。おすすめです。はい、おすすめ。ちょっと見た目でなんか決めちゃいけませんね。はい。なんかふざけてるじゃないか。だってもうこれ1時間くらい打ってたんでしょ。打ってました。ですよね。普通に気分転換に打ってたらなんかいいなと思って、うん、夢中になって打ってた。そう、気づいたらずっとこれやってました。うん。